砕いたろうそくを湯煎してクレヨンで色をつけると色鮮やかな新たなろうそくに生まれ変わりました。 SDGs の取り組みを紹介する展示会 SDGs 愛知エキスポが常滑市で開かれています。出展しているのは121団体で、このうちおよそ2割が高校生や大学生の団体です。こちらは三重県のブランド豚、あかりのポークを育てる明野高校のブースです。通常は捨ててしまう背脂から石鹸を作りました。また豚の餌には工場から出る食品廃棄物を活用しています。皆さん本当に元気でですね、生き生きとしながらいろんな自分の活動を説明しているという姿を見ましてですね、未来というのが多少明るく見えてきたかなという感じがしております。このイベントはあさってまでです。